坂広です。今日はガリガリ君リッチーナポリタン味ですね。これちょっと食べてみようと思います。こんな感じですね。よしと、こうです。ちょっと匂い嗅いでみます。なんとも言えない味。匂い。じゃあちょっと食べてみます。なんかこんな感じ。美味しいです。なんかナポリタンの味がしっかりしますね。大きい。ちょっと粒移してみようかな。ちょっと見づらいかもしんない。でもこの味、このアイスはやっぱ好みが分かれますよね。うまいっていう人と、あんまりうまくないんじゃないかっていう人と、やっぱ二分されますね、これは。でも結構美味しい、これ。で、このアイスなんですけども、ガリガリ君で、これリッチってなってますよね。リッチ。まあ、このリッチシリーズで、なんか第3弾まで出てるそうなんですけども、これ最後らしいんですよね。あ、ガリガリ君 T シャツ当たるって。本格。で、表紙がこうか。ガリガリ君リッチャチ。ちょっと裏にします。こうか、こうしましょう。成分はトマトゼリー、水飴とか。埼玉県で作ってるんですね、これ。で、成分も見てみましょう。成分。エネルギーとかタンパク質とか。で、T シャツ。ガリ T 当たりが出たら、ガリガリ君オリジナル T シャツプレゼント。お店では交換できませんって。あ、申し込み方法か。よしと。じゃあ、残り全部食べてみます。食べ終わりました。結果は、ハズレです。欲しかったなぁ。 T シャツ。応募しかったですね。美味しかったです。
で、最初は食べてる時に、まあナポリタンの味がしたんですけども、そのまま食べ始めると、まあしばらく経ちますと、甘さだけですね。そんな感じです。よしと。これでいいか。レポートは以上になります。リポートです。ありがとうございました。